エルサルデ、フィリピンの IOC 委員が封印をされた封筒を会長にお渡しします。開催都市の名前が入っています。国際オリンピック委員会は公演にも第32回夏季オリンピックの開催は東京を発表します。ブエノスアイレス、アルゼンチンに対し今回の総会の主催に感謝します。またハマドリッド、イスタンブールは残念でしたが、東京2020年で会いましょう。バイバイ。